線量駅は大韓民国ソウル特別志向南区ク三つ成道にあるソウル交通公社と韓国鉄道公社の駅相対式ホームに面2線を有する地下駅でフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。本ン線との乗り換えはホーム中ほどにある下りエスカレーターを利用すればよいがホーム一面につきエスカレーターが2つあり駅3よりが上り10里方面ホーム 三つ成よりが、水原方面ホームに繋がっている。改札口は2カ所あるが、いずれも内回り、外回りホーム別々に設置されており、改札内でのホーム間移動は、盆頭線乗り場を経由する必要がある。化粧室は改札外にある。エレベーター完備。出入り口は、盆頭線と共用で1番から10番までの、計10カ所ある。乗り場。 案内状の乗り場番号は設定されていない。ホーム相対式ホーム2面2線を有する地下駅でフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。ホーム北よりに改札外方面の階段3カ所、ホーム中ほどに2号線、内回りホームへの連絡通路、ホーム南よりに2号線外回りホームへの連絡通路がある。改札口は地下1階に1カ所ある。地下1階から下り、 地下2階で上下線ホームへの行き先が分かれ、ホームは地下3階にある。化粧室は改札外にある。エレベーター完備。出入り口は2号線と共用で1番から10番までの、計10カ所ある。乗り場、案内状の乗り場番号は設定されていない。改札口ホーム近年の1日平均利用人員推移は、下記の通り。駅付近にある、 朝鮮王朝第九代国王青州の三笹と、その日、貞明王公の三笹の名称に由来する。ありがとうございます。